こね、福来友吉博士の記念館。もともとはこちらも事務所で、すぐここの下に福来心理学研究所って施設があってね。ここはね、高山の家具メーカーの北に工房っていうのかな、北に製作所っていうのかな、家具メーカーやね。で、デンマークのデザイナーのフィン・ユールの自宅なのかな、再現したっていう場所が一緒にあってね。これなのかな、違うのかな。あ、違うわ、あれやね、あの、まあまだちょっと時間が早いもんでね、あちこち行きたかったけど、あの建物やね。ここは北にはフィンユールのライセンス制作っていうのかな、家具の椅子のナンバー53とかね、確かそんなような制限の中でいろいろあるんやけどね、ナンバーあっても、ナンバリングの中でもいろんな椅子が、そんなとこ。僕らが今高山、昨日16日に来て宿泊したホテルから車で2分、たまたま観光マップ、観光のパンフレットのマップ見とったら、フィンユールって書いてある。フィンユール邸っていう、邸宅の邸ね。で、今、チェックアウトしてきました。じゃあ、また次、面白い場所に行きます。今、10時ぐらい。10時前。じゃあ、ここね、福来友吉博士の記念館。もともとはこちらも事務所で、すぐここの下に福来心理学研究所って施設があってね、今はもうほとんど活動されてないけど、ご家族とかもね、本人自身は、博士自身は東京で、まあいわゆる
一般的に言うオカルトの走り的な、でその科学者から超科学、何やろ、超常現象的な科学者、そういうのを研究してて、心理学も含めてね、でさまざまなバッシング受けて、ほぼここで陰性生活をねしてたんだけど、いろんな活動されてたみたいで、まあ、その生涯のいろんな研究資料とか活動した記録がここにあるんで、ここに来たのはね、僕はね2回目なんだけど、いつもこんな感じであまり人は行ってない。いい場所です。また来れたらいいかな。また次面白いところ行きます。じゃあ飛騨市神岡町に行きました。神岡でのちょっと紹介してる神岡ラボに、道の駅やねスカイドーム神岡ってところに来てます。今から見に行きます。ちょっと神岡町の街並みも見たいので、川辺あたりぐるっと車で回ろうかな。はい。